どうもよっこらせ。以前紹介しましたこちらの iPhone 12 Pro レビュー動画出したんですけども、ずっと快適で使ってます。ですがこの12 Pro が発売されてから約1ヶ月後に、こちらのさらにグレードアップバージョンの iPhone 12 Pro Max が発売されました。発売時期両機種見てわかる通り、レビュー動画って早く出したいじゃないですか。だってさ、世間が iPhone 12 Pro ってこうやって盛り上がってる時に、 YouTuber 的にはレビュー動画とか出して波に乗りたいわけじゃないですか。なのでこの iPhone 12 Pro って盛り上がってる波から1ヶ月遅れた後に出てくる12 Pro Max は待てなかったんです。恐れていたことが起きました。あれ、なんか続々と YouTube にアップロードされてる動画が iPhone 12 Pro Max のレビュー動画、出る動画ほとんどが絶賛の声ばかり。私はこの時こう思いました。いや iPhone 12 Pro と iPhone 12 Pro Max なんてどっちもプロモデルだし、変わるって言ったら画面の大きさだけでしょ、と自分にそう言い聞く自分にそう言い聞かせつつも、たまにやってくる物欲の衝動を抑えるために12 Pro Max の荒探しをしては落ち着き、またそれを繰り返しながらこの数日間過ごしてきました。ですが私は限界でした。はい、ということでですね、 iPhone 12 Pro Max 買ってきたので開封していきます。いや、こんなことやってるやついんのかな。あとですね、もう精一杯この12 Pro Max ちゃんをめでるためにこちらも買ってきました。ボナベンチュア、 iPhone 好きの方だったら知るぞ知るスマホケースブランドです。まあ、とりあえず開けていきましょうか。あのスペックとかは基本的に12 Pro とほとんど変わんないんですよ。変わると言ったら画面のサイズとかバッテリー容量ちょっと増えるとか、あとカメラがズームがこれよりも少し遠くのところをズームできるよみたいな、ほんとそれぐらいしか変わんないんで、ガジェット YouTuber 的なそのめっちゃ詳しいみたいな、なんかそういうのはしないです。今回は私の自己満動画なんで。わぁ、大きさに惚れ込みました。あー、来たー、来たー。全然違う。大人と子供だ。カメラのデカさも違いますもんね。あとスピーカーの穴の数も違うんですよ。基本的にこういうのは一緒ですね。見た目は一緒です。ただ大きさが違うと。では感動のペロンチョタイム。いきます。これ一回しかないですからね。音。こんなに違いますよ。ちゃっかり私の LINE を宣伝するっていう。ということで、セットアップが完了しました。ドーン。どうでしょうか。すごい、Apple のウェブサイトだと、こっち12 Pro Max は下の文字まで見切れずに映ってますね。なぜ私が12 Pro を使ってるのに、Pro Max の方をいいなって思ったかというと、YouTube を見るときとか、縦画面で私見るんですよ。っていうのも、こうコメントをスクロールしながら見たいんですね。なので、横画面にして YouTube を見るってよりかは、割合的に縦動画で見ることがすごい多いです。ってなるとですね、縦動画にするとどうでしょう？こっち12 Pro。こっち12 Pro Max。動画の大きさが変わってくるんですよね。12 Pro の方は2815。で、こっちが3687なんですよ。結構違いますよね。ただ、こんな感じにディスプレイの大きさが違うんで、その分本体がでかいこっちの方が電力消費激しいっていうことで、多分バッテリーの容量が大きいと思うんですよ。言えた。で、実際に私1ヶ月ぐらいこの12 Pro 使ったんですけども、結構バッテリーすぐ切れちゃうんですよ。普通の使い方してるけど、前作の11シリーズのプロよりも全然早く切れちゃうの。なんかわかんないですけども、なんかバッテリー持たないんですよね、12プロ。で、いろんな他の YouTuber さんとかのなんかレビューとか見たら、やっぱね、この12プロマックスすごい電池持つっていう声が多いんですよね。
プロマックスの方が少し飛び出てんの。どうでしょうか。お邪魔女ドレミの映る範囲が少しだけプロマックスの方が拡大されてるっていう感じですよね。うわ、ああ見えちゃった。片手持ちはもう想定してないんで手帳型のケースです。すごいですよねこれ。え、これエルメスと同じなのみたいな。エルメスの実物見たことないけど、こんな感じで、で裏が結構大きめのポケット2個とカードが複数入るって感じ。ケースの部分プラスチックですね。外がメタリック、ちょっと渋めなカラーだけど、開けばこうなんかおしゃれな感じ。電源ボタンも押しやすいし、お尻も干渉しないですね。どうでしょうか。これが画面サイズの違いです。どっちも動画を全画面表示してるんですけども、じゃあ再生しています。音質の違いもちょっと見てみましょう。両機種ともマックスからマイナス1、2。ではまずプロから。スピーカーの穴がこっちの方が多いんですよ。なのでちょっと変わるかもしれないですね。試しています。ポチッ。こっちの方がマイルドに聞こえました。音質素人青木キャノンの体感上マイルドに聞こえて、こっちパリッとしてる感じで、音の重みはこっちの方を感じた。だからマイルドな分こっちの方が聞き心地はいいかもしれないですね。音量は特にどっちも変わらないような気がしました。現場からは以上です。あー結構違うな。表示領域が違いますね。やっぱりこれ縦画面でコンテンツを楽しめるようになってますね、12 Pro Max の方は。あ、YouTube でも動画一覧の表示領域結構変わってきますね。マスオさんが12 Pro の場合結構下にあるのに対して、こっちはもう一個動画が下にちゃんと映ってますもんね。これは違うな。あと横幅ですよね。横幅の領域がやっぱりかなり違います。ということで今回はですね、 iPhone12 Pro から iPhone12 Pro Max に切り替えたっていうお話でした。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。私のインスタグラムと LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。すごい、まだ83% も残ってる。あのルンバで部屋掃除中です。ゴミ屋敷に今度こそならないように。すごくない？夜中になっても 83% ですよ。結構私スマホいじるんですけど、夜中になっても 83% ですよ。何回目だこの発言。電池持ち良きです。常識払い